ボディドリーは、アメリカのロックンロールシンガー、ギタリスト、ボディドリービートと称される強力なリズムを基調とした、彼の独特のサウンドは、ブルースとロックンロールの架け橋となり、チャックベリー、リートル・リチャードらと共に、ロックンロールの生みの親の一人として知られるようになった。ローリングストーンズや U2 など、数多くのロックミュージシャンが彼から影響を受けている。ローリングストーンの選ぶ、 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第20位、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第37位、2011年の改訂版では、第27位、1928年、ミシシッピ州、マコムに生まれる。出生時の名前はエラス・オサベーツであったが、生後間もなく、実母のいとこがシー・マクダニエルに養子に出された。 このため、義理の母親の姓を名乗るようになる。1930年代半ばに、家族と共に、イリノイ州シカゴに移住。最初に手にした楽器はバイオリンであった。12歳の時に、姉のルシールからギターをプレゼントされ、ギターも練習するようになった。彼の芸名となった、ボディドリーは、この頃生まれたものである。ジョンリー・フッカーを耳にして、感銘を受けたディドリーは、バイオリンを止めて、 ギターに専念するようになっていった。10代の頃からギターを手に、路上で演奏活動を展開し、1950年代に、入るとマラカスのジェロームグリーン、ハーモニカのビリーボーイアーノルドラとプレイするようになる。そして1955年、チェスレコード参加のチェッカーレコードと契約し、デビューシングルボディドリー B、W、I,I'm,A マンをリリースした。これが、 R&B チャートのトップに上り詰める大ヒットを記録し一役スターの地位を獲得する。同年、黒人アーティストとしては初めてエドサリバン賞への出演を果たすが番組側から指定された曲の演奏を断り自らのレパートリーを演奏したことから以後出演禁止となってしまった。以後、デビュー曲を超えるヒットは生まれなかったもののクラッケンアップ、ロードランナー、You Can't Judge A ブックバイザカバーなどのヒットを飛ばした。1967年のウーベビー以降はヒットこそなかったものの演奏活動を続けた。1987年にはロックの殿堂入りを果たした。来日は1988年のロンウッドとのツアー、1992年のジャパンブルースカーニバル、1997年の単独ツアー、2001年のブルーノート、 東京公演がある。1998年には映画ブルースブラザース2000に出演している。80歳を目前に控えても精力的にツアーをこなしていたが、2007年5月13日、公演先のアイオワ州カウンシルブラフスで脳卒中のため入院した。5月末には退院したものの、後遺症を改善するためにリハビリセンターに入所した。2008年6月2日、 フロリダ州、アーチャーの自宅にて心不全のため死去した79歳だった。ボディドリービート彼のサウンドはトレードマークとも言えるボディドリービートを前面に押し出しているのが特徴である。コードやメロディーは非常にシンプルなものが多く、リズムが彼の曲を形作っていると言っても過言ではない。このリズムは、例えばバディホリーのノットフェードアウェイのように他のアーティストによって引き継がれ、 後のロックにも大きな影響を与えた。詳細は EN ボディドリービートを参照オープンイーチューニングによって指一本だけでコードを弾くことができた。またギターのキーは曲に合わせてカポタストで調節していた。主にグレッチのギターを使用しており、彼のトレードマークとも言えるボディが長方形のギターやジュピターサンダーバードなど自身の要望、デザインで グレッチに発注した奇抜なデザインの変形ギターを使用することでも有名であった。なお、箱のようなボディの形は、葉巻の秋葉氷を利用して作る米国の伝統的産、現スライドギターである、シガーボックスギターと告示している。また、彼のオープンチューニング、一本指奏法もシガーボックス、ギターのオープンチューニングボトルネック奏法と共通している。さらに、彼の名前、ボディドリーも、 伝統的な一弦スライドギター、リドリーボーにちなんでいることを思わせる。ありがとうございます。